今回マリオカートを一人でやっていきます。スーです。いやー、ちょっとゲーム実況を一人でやるっていうのが初めてなので、どういうテンションでいったらいいのかわからない。しかもこの部屋に誰もいないから、本当に一人で喋ってるっていうのが新しすぎて戸惑っていますけど、やっていきたいと思います。ね、マリオカート自体はね、結構家族でやってきたんですよ。あ、ショートカットできちゃうんじゃない？ねえ、どう？見て。ほらね。そういうことだよ。あー、痛い痛い。調子に乗ってショートカットできるところを知ってるからってね、ああやってね、シャシャリ出たら。あ、かんでーい。あ、ショートカットしたらどうしたらいいんだ？曲がればいいのか。ショートカッツ！ショートカッツ、ショートカッツ。あー、てて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 て。いや、そう、それで、家族で結構やってきたんですよ。DS 版も 3DS 版も。私、結構その時上手かったんですよ、家族の中でも。だから、勝手に自分はマリオカートが上手な人種だと思って、今まで生きてきたんですけれども。この、なんだ、スイッチバージョンのやつを最近買って一人でやって、インターネット通信みたいな感じで。あの、世界中の人とやるっていうやつね。やってたら、まあもう胃の中の蛙だったんだって。調子乗ってたんだ自分って思うぐらい下手くそで。なんか恥ずかしい気持ちになりましたね。喋れてんのかなこれ。ああ。難しい。そう。マリオカートって難しい。自分はマリオカート上手い人種じゃなかったんだ。最近気づきました。本当にごめんなさい。調子に乗っていた。でもそれはさ、うちの家族の皆さんが、下手っぴなのが悪くない？私に勝たせるから、私がなんか、調子に乗ってる。みたいになってますけど。ちょっと、下手すぎ、下手すぎ。いい加減にして、下手すぎ。あ、ボーン。おー、なんか透明だよ。テルサになったら透明。まあまあ、一桁いったから十分でしょう。平方鉱山か東京スクランブルだな。平方鉱山、東京スクランブル、平方鉱山、東京スクランブル、帝国鉱山、ケチケチ、ハッピーザ、ハルシブル、ほれほれ、砂漠。ほれほれ、砂漠。東京なんちゃらが人気ですね。あの、こちら。あ、今お友達とね、楽しそうに踊っているこちらの方。今にも、水の呼吸で、なぎってきそうなこの方が、紛れもない、富岡義勇様でございます。結構似てない？みー頑張って作ったんだけど。ほねほね砂漠全然人気ないじゃん。何になるかなーって言ってますね、富岡さん。ほねほね砂漠まさか全然人気なかったからちょっと申し訳ないけど、ほねほね砂漠でございます。言うてコース知らないんですけどね。悪いぞ。そう、一つ言い訳をさせてもらうと、この DS 版と 3DS バージョンでやってたっていうだけで、スイッチ版は始めたの本当に最近なんで、コースをね、全然知らないんですよ。なんか前からあるココナッツモールとかさ、結構懐かしいなと思うんですけど、その懐かしいコース以外の
その初見のコースはね、本当にどっち行ったらいいのって分かんなくなるんですね。なのでまだ慣れてないから、あー下手くそなんだなって思ってもらえばいいですよ。バナナお尻につけてますけど、いらない。おーいと、あれアイテム取れたと思ったの。バナナとか甲羅をお尻につけていいのは上位3位までですよね。6位ごときが何を調子に乗って、お尻にバナナだの、甲羅だのつけてんだっていう話。骨骨砂漠なだけあって結構骨ですね。いい加減にしてほしいぐらい骨ですけど。ショートカッツ、ショートカッツできてる？これ。もう使っちゃおうと。よいしょー。ピンキラリン。てってるってってるってって。あ、すごいキノコ持ってる、みんな。みんなキノコ使わないの？ショートカットしたね、今。ちょっとさ、使いどころがわかんないから使っちゃおう。お尻につけちゃおう。用意だけど。みんなお尻につけてる。みんな、あ、取られちゃったけど。用意はなかなかいいんじゃないですか？慣れてない割にはね。あ、見えない。危ない。おいおいおい。あ、何投げて。2位だよ。すごい。総裁。バナナ。キャー絶対に後に開かないよ。大丈夫？え、待って、終わってなかった。え、終わってなかった。え、びっくりした。あ、なんだ、終わってんじゃん。びっくりさすな、任天堂。9位？ 9 位だったっけ、さっき。やれやれ。やれやれだぜ。やれやれだぜ。走っていきますよ。あのね、ちょっと喋りたいことがあって、この間、ヒロアカの一番くじをやっていたんですよ。一番くじヒロアカ、ネクストジェネレーションズでございますけれども、皆さん引きましたか？私はもちろん引いたんですけれども、先に結果を言っちゃうと、何が当たったかっていうと、3回引いたんですけど、3回中2つ、フィギュアだったんですよ。こりゃすごい。こんな運がいいことない。下手すぎ。デクのフィギュアと、オールマイトのフィギュアが当たったんですけれども、これすごいことなんですよ。何がすごいかって、まあ、デクくんとか、トドリキくんとカッちゃんはワンロットにつき、何個か在庫があるんですけども、オールマイトに関しては、はい、はい、はい、ご乱心。痛い！オールマイトに関しては、ワンロットにつき在庫が1個しかない商品だったらしいんですね。私はそれを、見事に引き当ててしまったと。そんなことあるって。俺はそれはびっくりですよ。それに加えてデクくんですからね。はい、テレサイ、いってらっしゃい。キノコありがとう。そう、それで、あ、ここ行ってみようかな。はい、無理。写真出るな。写真出るな。もう喋れてない。はい、ポン。誰にも当たらない。ショートカッツ。ショートカッツ大好きだよって。できてないんだよね。そう、それ3回中2つフィギュアを当てた私からね、皆さんに伝授したいことがあります。コツがあるんですよ、一番くじっていうのは。はい、ショートか。ショートか。それ何かっていうと、一番くじを引く前に先に喜んでしまうっていう。何言ってんのって思う方、いますか？どういうことかっていうと、人間の脳って、この現実と想像をね、なんか区別できないらしいんですよ。まあ、らしいって言ってるぐらいだから、これ私が言ってることじゃなくて、サイトに書いてあったことなんですけど、だからもう、
欲しい商品が当たったことを、あ、投げちゃう、投げちゃう。はい、さよなら。欲しい商品が当たったことを想像して、やった!当たった、かっちゃん当たったよ、って。先に喜んでしまうと、なんか、脳が、本当に現実がそうなるように働くらしいんですね。笑っちゃってるっていう。伝授するぐらいなら笑うなっていう話なんですけど。皆さんもぜひこれから一番くじ引くときはね、この商品が欲しいっていうのがあったら、それが当たったことをイメージを膨らまして想像してですね、当たったで、先に喜んでみてください。それきっと当たりますので。裸足じゃん、ドンキー。よく考えたら。裸足で、車乗るもんじゃないよ。Go! なんかスタートダッシュ遅くない？ちゃんと2で押してるんですけど、私。なんかコツがあるんですか？ 2 に押す。2で押す以外にコツあったら教えてください。うわぁ！そう、それでね、もっとすごいことが起きたんですよ。その、ヒロアカの一番くじの日。ちょうど、ヒーローフェス2022の抽選結果の日だったんですよ。抽選結果発表。一番くじと被ってて、まあもう、オールマイトとデク君が当たったぐらいだから、もう私はそれだけ十分なんですけども。なんとなんと、ヒーローフェス2020に行けることになりました。抽選で当たったんですね。もうその日だけで人生の運を使い切りましたね。私は18時だっけ？夜の会に行きます。いやー、1日にそんな2回も、しかもどっちもヒロアカ関連っていう。なんて幸せ者なんだろう、なんて恵まれてるんだろう、自分って思いましたね。そうだ、ロボコがね、アニメ化しましたね。するらしいですね、しましたねっていうかさ。本誌で確認したんですけど、ないない !3 位すごいじゃん裸足で乗ってる割には頑張ったじゃん。そう、ロボコがね、アニメ化ということで、おめでとうございます。おめでとうおめでとうって言ってるよ。なんかお腹減ってきた。今日の晩ご飯はラーメンでした。ねえねえ、このさ、ねえ見て見て、今のさ、シューって速くなったでしょ？これね、私ちっちゃい頃、それこそ家族と、みんなで、もうやだ。家族とみんなでマリオカートやってた時代、人の後ろに隠れてシューってなるのが、なんだろうなって思ってたんですよ。なんか人からパワーをもらって速くなってるみたいな、そういうイメージだったんですけど、あれ、風よけなんですね。そういうことかって最近納得したんですけど、それになんで気づいたかっていうと、シューってね、なった瞬間に、え、これなんか見たことあるって思ったら、弱ペダのね、弱虫ペダルでそういうシーンがあるんですよ。自転車乗ってて、後ろの、人が前の人に隠れて抵抗をなくして、ペダルが軽くなるみたいな。悪いじょー。そういう基本的なね、ロードバイクの、あれがあるんですよね。ちょっと悪いじが多すぎて話が。悪いじのせいにすんな？話がうまくできないのは自分のトーク力のせいだよ。うわほー！さっきがね、ドンキーコングのファンサがすごいですね。なんかさ、うおーほら見て。ねえねえねえ、バイバーイ。もうバナナ投げちゃう。コーラも投げちゃうよーん。そこショートカットできるの知ってるけどいかない。できないから。調子には乗らない。なんかディズニーランドみたいじゃない？これ。このステージ。ディズニーランドのさ、なんだっけあれ。
トイストーリーの C か、あれ C にもランドにもあるけど、皆さんはランドと C どっちが好きですか？私はね、ちっちゃい頃は断然ランドって思ってたんですよ。やっぱりランドってなんかアトラクションとかも、まあ数がどっちが多いとか全然知らないですけど、なんかランドの方が充実してるイメージがあって、 C は街並みを楽しむっていうイメージがあったんで、なんか大人が楽しむイメージがあったんですよね。けど最近になってね、友達とそうやって行くようになって、あー C っていいなーって最近思いますね。あー、ショートカットできちゃうんじゃない？でもさ、このさ、ショートカットした後ってどうしたらいいの？ねえ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 、あ、ドライブしてます私。レースなんて参加してませんよ。何勝手に順位つけてるんですか？やめてください。11位何のこと？ドライブしてるだけなんで、このあなた方がやってるレースに勝手に巻き込まないでもらってもいいですか？よし、本気出そっかなー。頭に来ちゃったよ。さあ、10位という結果でフィニッシュですけれども。